皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。11月となり、地域によっては紅葉が見頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今回も、歯と食と健康と安全をテーマにお届けいたします。皆さん、快適にお食事されていますか？私の患者さんで、老人ホームに入居されている方が嘆いていらっしゃいました。それは、どういうことですか？と私がお伺いすると、入居者のほとんどがうどんやそばなどの柔らかいものしか食べられない方なんです。その中で私は肉でも魚でも野菜でも何でも食べられるので、それを見て羨ましそうな視線をいつも感じ、時には嫉妬の言葉を浴びせられたりするんです。この話を聞いて老人ホームの現実を知ることになりました。なぜ皆さんは食べることにもっと執着しないんでしょうか。ドクター大越のデンチャーインワン、これを知れば解決できます。ドクター大越のデンチャーインワン。レッツ大口博歯科クリニック。歯を失いお悩みの方々、噛める喜びはインプラントに勝るもの。さて、今回は口腔ケアグッズの紹介をしたいと思います。職業柄、歯ブラシや歯磨き粉、洗口剤など、いわゆる口腔ケアグッズに関する情報については目を通しているんですが、新製品の割にはそれまでの製品と大きな違いはないというのが正直な感想なんです。結局のところ、歯垢の取り残し、歯磨きの磨き残し、これができるだけ少なくなるのであれば、ご自身が使いやすいものを使えるのが一番だと思います。できるだけというのはですね、歯や歯根の形は複雑で、一本一本が所狭しと並んでいる歯の隅々まで歯ブラシの毛先が届くなんてことはありえないからですね。歯磨きのプロである歯科衛士さんでも完璧に磨き上げることは不可能だと思いますね。そのため、数ヶ月に一度は歯科医院でのクリーニングが必要となるわけなんですけれども、口腔内には無数の細菌が生息しているわけですが、彼らも自分たちの身を守るために連携して歯の表面にこびりつき、歯ブラシで取り除くことができないようにバリアをしっかりと作るんです。これがバイオフィルムと呼ばれるものですね。バイオフィルムについて厚生労働省のサイトから引用してご説明したいと思います。バイオフィルムとは、微生物が歯垢表面に形成した集合体で、歯垢はその典型例と書かれています。ちょっと難しい話になってきましたので、身近なところで言えば、花瓶の内側や台所の流しなどで見られるぬるぬるした粘着物のことなんです。水のあるところには大抵バイオフィルムが見られます。口腔内の細菌が
歯の表面に形成するバイオフィルムや歯周ポケット内に形成するバイオフィルムは複数の微生物とそれらが出す産物で構成されていて、相互に影響を及ぼし合い、栄養源を融通し合ったり、薬剤に対して抵抗性を示すなど共同体として存在しているんです。抗菌剤や抗体はバイオフィルムの中へ浸透しにくいために、浮遊細菌で効果のあった抗菌剤や抗体が実際には効きにくいのです。薬剤の効果を発揮させるためには、一度このバイオフィルムを機械的に破壊する必要があるんです。機械的に破壊するというのが、歯科医院で行うシリコンポイントなどを使ったクリーニングなんですね。ここで大切なことをお伝えすると、歯科医院でのクリーニングにも限界はあるんです。できるだけ綺麗な状態でお越しいただくと、そうでないのではクリーニングの精度とかかる時間に違いが出てしまうんです。年末の大掃除もそうだと思うんですが、日頃から掃除が行き届いているうちは、大掃除によってきれいに、しかも楽な作業で終えられますよね。歯のクリーニングも同じことなんです。歯と歯の間や歯の根っこの付近をですよ、普段からきれいにしておくことが、歯のクリーニングの精度を高めることができるんです。小林製薬の柔らか歯間ブラシなんです。今までも針金にブラシが編み込んである一般的な歯間ブラシを使っていました。これはこれで良かったんですが、歯と歯の隙間の大きさによってはブラシがしっかりと当たらない部分があったと思います。ところがこの製品はゴム製のため、うまい具合に歯や歯の根っこの表面にフィットしながら清掃してくれるんです。多分針金は一旦曲がると戻りにくいので、うまくフィットしないんですが、ゴムの場合には弾性がありますので、一旦曲がってもまた元のまっすぐな状態に戻るんだと思うんです。また毛先もゴムのために、歯の根っこの表面やかぶせ物の表面を傷つけないと思いますね。造車の機械洗浄では車の塗装表面に多くの細かい傷がつくと言われているんです。これと歯も同じだと思います。今までの歯間ブラシでは歯の表面に細かい傷がつきやすいと考えられています。傷がつくとプラークが停滞しやすくなりますね。そして歯石もつきやすくなるんです。このようなことから皆さんにもぜひ使っていただきたいと思い、動画にいたしました。今回のお話はここまでです。次回も歯科に関する有益な情報をお伝えいたします。チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いします。また動画制作の励みになりますので、コメント欄への記入もどしどしよろしくお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして皆さんに安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツを運営しております。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。順次一般の皆様に会員の開示やご案内もどんどん増やしていきたいと考えています。 OIA に所属している歯科医師は、 APEX メディカが主催する私の講演や会長を務める国際心理学会学術大会において参加していただいております。技術を習得された方なんです。また名古屋駅前にあるインプラント難症例センターではマンツーマン指導も行っています。皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して組織運営をしていくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するものではなくて、大口博歯科クリニックの運営母体である医療法人が責任を持って運営しています。医療法人は公益性が求められているために、営利至上主義ではありませんので、ご安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、
動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。